く早いぞ。どうしちゃったんだろう。うるさいな。何作ってるの。スロープだ。何すんの。俺はこの週末に命知らずのスタントをやるんだ。スタントってそんなことやる才能はあったっけ。ない。でも構わねえ。我が家の習わしってやつだ。俺のヒーヒーじいさんはロッキーマウンテンさんだ。ロッキーじいさんはな、馬車で牛15頭を飛び越えたんだ。でもってヒーじいさんがデスバレーサム T 型フォードでリンカーン15台を飛び越えた。そう。そうして親父だ、グランドキャニオンサム。一族の中で一番の命知らずと言われてる。なんとバイクでスクールバス15台を飛び越えた。今度は俺の番だ。いや、やっぱりバイクでスクールバス何台も飛び越えるの。いや、俺はスクールバスでバイクを何台も何台も飛び越えるんだ。いや、頑張って手伝ってくれ、頼む。スロープ作れねえし、スタントもやったことねえ。命知らずでもねえ。いや、やめなよ。そりゃ無理だ。一族で唯一何にも飛び越えなかった根性なしの寄せ見てって言われるわけにはいかねえだろ。手伝いたいけど週末は静かにって医者に言われてるんだ。飛べって言ってるわけじゃねえ。スタントをどうやればいいのか教えてほしいんだ。それでスクールバスでバイク何台飛び越えるの。15台。わかった。まではちゃんと計算しなきゃ。いいかい、ジャンプするスクールバスの重さは 6.5 トンだ。そしてスロープの角度は22度。だから、ジャンプするのに必要なスピードは143キロ。ただしスロープには145キロ以下で進入すること。で、バイク15台、2流2メートルを飛べる。つまり、反対側のスロープに正確な角度、スピード、距離でジャンプしないとバスは落ちて大破するからね。そう、143キロ。角度22度、22メートル飛んで着地。いい？頑張って。何かあったらそこにいるから。向こう向いてるけど。それでは皆さんご注目ください。冒険野郎ヨセミテサムによるスクールバスバイク15台を飛び越える命がけのジャンプがいよいよ始まろうとしています。アクセルを踏めねえんだ。頼む、手伝ってくれ。アクセルを踏んでくれ。ヨセミテアホか。違う、ヨセミテサムだ。バスで止めなきゃ一族で俺だけ一口なしのダメ野郎になっちまう。そこどいて。おう、親友よ。親友ってのはお隣さんって意味だけどな。よし、いいぞ。リラックスしなきゃね。でも居眠り運転はダメだよ。クラシックチャンネル 103.1 です。信じられない。スクールバスにシートベルトついてねえなんて信じらんねえ。